牛セット牛丼、波、ご飯軽め、おしんことしじみ汁に変更。波盛りにした上でご飯軽めに変更した理由は、肉料理は波盛りのボリュームでご飯だけ糖質制限の観点から減らすためです。朝牛セット税込499円を波サイズにすると足す税込22円。波でご飯軽めでも適度な量。 牛肉量は全体食べるには適度な感じの量をねぎもそこそこな存在感おしんこはボリュームがたっぷりかなり腹にたまるしじみ汁の貝が受けざらないのでおしんこは牛丼にのせて唐辛子かけつつ食べたしじみ汁の味はいいけどしじみのサイズがかなり小さくて身が取りにくくかなり食べにくい 開いていない貝も2、3個ありましたし。貝から身を剥がす手間だけが吉野家のしじみ汁はネックだ。食べやすさはあさり汁が楽。汁だけ飲むならしじみ汁でも良いですけどもったいない感が強い。しじみ汁食べることで食事の時間が異様にかかることで腹が膨れてしまう。